君の姿を見るたびにドキドキが止まらない。おはようございます。ワンファーオールのカメラマンです。今日はなんで一人かっていうと、フーチとシュンなしで、一人で撮影行ってきてくれということで、今日は隅田まで来てます。ただ、一人なんで、サバイバル企画ということになってまして、一応動画の確認をしてくれと言われてますので、動画の方確認させてもらいます。おはようございます。ワンホールのフーチです。はい、カメラマンさん、今は隅田にいるんですかね。ということで、あのね、僕とシュンがどうしても予定が合わなくて、最近全然動画撮れてないんで、ワンホールの動画全然更新できてないんで、ちょっとワンホールで一番時間のあるカメラマンさんお願いしますということで、あのね、ミッションを5つ用意しました。どれか1つでも達成できたら次回第2回カメラマンの一人船やってもらいます。お願いしますということで、ただこのミッションどれも達成できなかったら、もう二度とカメラマンが1人でカメラを持って隅田に行くことはありません。ということで、ミッションを5つ発表します。1着1頭以外で当てる。2つ買い目3点以内で取る。3つボックスで取る、ボックス取り、4つ収支をプラスで終える。5つオッズ20倍以上の船券を取る。ちょっとね、まあ初回なんで、さすがに1回で何もこともなく終わって、何やったんやろあの企画ってなってお蔵入りになるのもかわいそうなんで、簡単なミッションにしました。第1回は第2回からもう激ムズになります。満州取らんかったら次はないよってな感じで、はい、お願いします。カメラマンさん、僕らの分まで撮れたこう動画をよろしくお願いします。はい、ということで、5つですねミッション課せられてますので、そのミッション、1個でもクリアできなければ、この企画は終了と。結構ね難しいんですけど、まあ今日はセミナーの初日、高松宮記念の D1 レース、10レースから12レースまでちょっとそれで、その中でちょっとミッションクリアしていこうと思いますので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。では行ってきます。おはようございます。ワンホールのフーチでーす。現在8月3日18時35分家です。隅田川協定でカメラマンが一人で動画撮ってるらしいんですけど、ラストレースに井口選手が出るんですよね。松井茂選手と井口選手でワンフォールなんですよね。井口選手大好きなんですよね。でも隅田川へ行くのまでに多分1時間近くかかるんですよね。あの電車で行くんで、行くとしたらどうしようってめっちゃ迷ってるとこっす、今。あんまり迷ってる時間が長すぎたら間に合わないっす。どうしよう。はい、では9レース。あ、9レースじゃない。10レースですね。9レースがすごい、2万ちょっとの満州出てたんですけど、まあ、9レース、9レースじゃない、10レースね。じゃあやりますよ。出るよ。はい、では、この企画の、1レース目になるんですけども、今日の10レースですね。まず、ミッションにもあります、ボックス取りのために1、2、4、これはもう4号艇なんですけど、4号艇の、金子選手自体はチルト上げてるんですけど、1走目もインからのしっかりした逃げをしてたので、まあ、今回は1、2、4、まあ、2号艇篠崎選手も圧倒的に強いかなっていうので、1、2、4ボックス、この形、どの形できてもいいかなっていうのを考えてます。でただ、まあ、ほぼほぼ逃げであろうということで、1、2、4、これはダブルになっちゃうんですけど、まあ、ちょっとオズが安いので、ダブル取りを狙ってます。あとは5号艇ですね、5号艇の選手が、すごいターンも良かったし、スタートもすごい良かったので、1、2、5、1、5、2っていうのもちょっと抑えさせてもらってます。なので、この6点と3点、9点で、ちょっと取りに行くのと、ボックスで取れればミッション1つ目クリアになるんで、ちょっと狙っていきたいと思います。夜中にもう今多分レース始まるとこっぽいですね。ちょうどいいっすよ、カメラマンのリアクション後ろから見ときます。中に誰もいないんで、
多分もうすぐファンファーレが鳴るはずです。おるかな、ちょっと探してみますわ。どこで撮ってるかとかも聞いてないんで、他の人映っちゃうな。あ、おった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 。ちょっともうドッキリもええのいっけ。頑張れ頑張れ。とりあえず3号艇が出て4号艇が刺してくる。完璧です、完璧です。マサ、はい、ビールとホルモン玉を持って。いやそれはいいねんけど、とりあえず俺今ドッキリすぎてびっくりしてんねやんか。そんなつもりではない。今からレースのこと何喋ろうかな思っとったりして。ミッション確実にクリアしに行ってます。ナイス。ただこれ1、2、まあどうやろ、4はダブル通りやからな。どっちでもいい、4でも5でもどっちでもいい。3は勝ってない、ほんま勝ってない。いや4号艇の方がチルトも跳ねてんのと、ちょっと3号艇はしんどいから。ナイス。マスク怒られる。さあ、ですね。1、2、4、どう？ミッション。アイスマン。ビールとホルモンと奢ってもらえます。ちょっとゴールまで待ってくれる？これ。ということで、まあもうゴールやけど。しっかり取ってます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日のカメラマンは優秀なカメラマンがやっております。1、2、4ボックスと1、2、4ボックスとダブルドリエ、1、2、4ダブルドリエ、はいです。これまとめて入んの、てれてれてれ。おっきいね、1万1500円、1万1500円、はい、ナイス。これはビールとホルモン丼ですね。おっきいね、まあ1レース目1万いって9000円プラスかな。船券はこんなに硬いのに肌はアレアレでございます。あんまそういうこと言うのやめ。夜中に、はい、そしたら次は11レース、あーその前に、10レース、ボックス乗りできたので、とりあえずミッションが1つ達成させてもらってます。次の11レースなんですけど、1号艇が太田和美選手、2号艇柳沢選手と、僕が今節一番注目している5号艇、前本選手、この3人を軸にちょっと作っていったんですけど、まずイン逃げ、太田和美選手逃げた時の1の2号2号これに3000ずつ行ってます。あとは、柳沢選手がモーターがいいのと、5号艇前本選手のモーターがすごいいいんですけど、あとは6号艇かな、牛島選手モーターかなりいいんですけど、まあ、この3艇、まあさすがに牛島選手が2着頑張っても3着かなっていうので、柳沢選手から、差し入っての2頭からの1号の前っていう形にします。その場合3着はちょっとねどうなるか分かんないので、前本選手、柳沢選手は、着に船木に絡んでくるんじゃないかなと思っての予想です。そしたらこのレースもしっかり取って、プラス終始まで取っていけるように頑張りたいと思います。お願いします。夜中に、ん、何勝ったん、何勝ったんて。あ、お前予想も取ったもん、1の2号2号、2頭の1号の前。オッケー、全然かぶってない俺さ。刺し子頭買いました、映りたがりのふーちゃんは。映りたがりやし、こっち向けとくから。もう映りたいだけやん、映りに来た。レース始まる時だけ来るやん。そう、予想とかそういうのどうでもいいけど、とりあえず今節一番注目は俺は前本選手やから。これ当たっても外れてもビール怒ってな。なんでな。ビール飲みに来たんもん、すごいね。いいね、いいね、俺どうせ当たらんし、このレース頑張れよ。始まんで、よっしゃ、3、4、5や、3、4、5頭や。いや、5号艇めちゃくちゃいいから、5号艇買ってる買ってる、めちゃくちゃいいから買ってる買ってる。さあ、3出た、スタート遅れてないか。出た出た出た、前本スタート遅れてない、前本遅れたの。ちょっと待てよこれ、いけるか、刺せ、柳沢が刺してくる、俺は来た、届いてるやろこれ、刺さった刺さった、に刺さってるやろこれ。1、2か、刺さってない、1、2やな、1、2やな、1、2、5やな、1、2あり、1、2、5やな、今ナイスタイル、さすがやな、ナイスタイル、ここ握っていく、1、2や、で、5号手前元、うわ、3号、これ
え、3着3ない3着3ないよ、1の2525だけやもん。うわこれきついじゃん。これモーターは前の選手の方がいいから1に全然良かったじゃん。違うね、俺はナイスター。うわーナイスター、前のターン完璧完璧やろ今の。ナイスターやな今の。今の握り方完璧やろ。全速でいったで。ナイスター。お前すごいやん。渋いやろ。いやもう今日めちゃくちゃ調べてきてるから。いやもう決まりやろ。決まらんか。ナイスナイス。ヤンバンホールやめようかな。いやもうこの間の生配信の不甲斐なさや。ナイスさあもうこれ大きいな。拍手拍手ありがとう。そしたら、1の2525、はい、ここだけ絞っててよかったわ。一旦ちょっとビール終わって。まあそれは分かった。ナイスビール。123怖かったな今の。ナイスビール。さあこの俺のカメラワーク、ナイス3最初の差し届いたと思ってんけどな。2号って今日喋るな。今日は珍しく。あ今日俺一人やからな、喋らな俺おるけど、うん、夜中にいきなりはい行きます。321ファンキーベイベー。はい、そしたら11レースね。11レースも1の2525できっちり取れたんですけど、まあ、ミッションのこと考えたら1の2525だけ行くっていうのもありやったなと。ちょっとねミッションも考えつつ1個取ったからってちょっと油断せずやっていきたいんですけど、ちょっとちゃんと取ってくれるかな。ごめん声入りにくいからあんま離れんといてほしい。で、12レースのリング戦、はい、伊豆大手松井茂選手、はい、めちゃくちゃ悩みました。悩みました。まあさすがに地元で、はい、ちょっとね部品交換してるんですけど、はい、展示タイムも良かったので、はい、ここは期待していいかなというので、松井茂選手、松井茂選手からの、からの、3号艇4号艇、今垣選手、ゆうち選手からの2差しからの5、6かな。挟んでいい？ちょっと思んないけど。まだ間に合うで。テレレ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 。井口！松井先生！先生！先生頼むで！とりあえず見るから。参加どうなってるか。井口！遅れたか。さあ行け！いやこのタイミングで見るか。あ今垣さん出すぎやわそれ。めっちゃ出てるよ。松井さん守れ守れ守れ。うわ今垣さんこれはえぐい。原田いけやん。ほらもう今垣さんのモーターでいかなあかんかったやん俺。イグリ頑張れ。完成イグリすげえた。あー3-5や3-5やな。うわーこれお疲れっす。お疲れ様です。はいよ。あ一応3レースさせてもらって、はい、3分の2は止めたんですけど、はい、最後ね、はい、今垣選手一番モーターいいって言ってたのに頭で返ってない。あこれはもう仕方ないかな、うん、それでも3-5まあね、3角から絞りに行っての5がさせてくるよくある展開やったんですけど、まあ仕方ないね。なかなか取れない形かな。まあ終始自体は、一応、3レースやって、はい、プラス19,500円で終われてます、はい、まあ一応プラスで終われてるので良かったかなっていうのと、はい、まあ風知も応援来てくれたんで、はい、嬉しかった。ちょっと3分の3でマジで見せたかった。嬉しかった。まあびっくりした。ナイスそうっていうので、まあシューマ今は結果を知らんけど、まあ今後もちょっとこれで続けてやっていけたらいいなと思ってます。はい、俺も待ってます。ということで次回もちょっと頑張ってやれるよ。ワンホールで久々に出した動画がカメラマン一人っていうね。オッケー。まあそれでも、まあ今日は見せ場もあったかなと思うんで。ほんまか。あったよ。十分あったよ。俺一人で滑ったんですか。うん、そう。あ、そう。まあちょっと今回めちゃくちゃ今回の G1 調べてるんで、うん、まあワンフォーの動画も撮りに来れたらしちょっと撮りに来て優勝戦も撮りましょう。いくぞということで今日はありがとうございました。後ろステンレスに反射して俺を映ってる。ああもう知らんわ俺顔出して NG やな。よう喋んなほんで。
映ってないのに。今日俺の日やからあんま喋らんといてくれ。映りに来た。まあ、そんな感じで、はい、次回もこの企画続けれそうなんで、はい、いつまで続くか分かりませんけど、はい、ちょっと頑張ってやりたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕と旬は次のこの G1 の住之江4日目に1レースから住之江協定行こうと思ってますんで、次回の動画もお楽しみに。次の動画はロレックスを取り戻す旅になります。またチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。